どうもメルトンです。今回は屈伸打ちセカンドシーズンができるようになったということで屈伸打ちをやっていきたいと思います。で、あれ屈伸打ちできなくなったんじゃないのってね思う方、まあたくさんねいると思うんですけど、そうなんですよ、屈伸が今シーズンできなくなっちゃったんですよ。いやもうその時もう絶望したね俺は。もう絶望を例えるしたらもうおやすみーって寝て朝起きたら、朝起きて膝見たら足がレゴブロックになってたぐらいの、ね、ショックだったね。うわうわ膝が曲がらないみたいなね、もう発狂しましたね。まあなんですけど、実は屈伸打ちの方法を見つけまして、まあどういうことをやっていくかっていうと、しゃがみ切った段階でしゃがみ連打するとめちゃめちゃ高速屈伸ができるんですよ。いやもうね、それをね俺見つけた瞬間ね、もう満面の笑みでもう頭がいかれるかと思いましたね。まあまだいかれてないんですけど、行かれかけましたな、頭が。まぁ、ちょっとね、本当に球が避けられるっていうことをね、今日証明していくんでやっていきますよ。ちょっとクラブハウスっていうか、最近ジャッカル多すぎ問題なんで、今はルイソンでやるわ。敵ジャッカルピックするし。やっていくわ。そう、しゃがみ切ってからしゃがみ連打。やるとね、もうめちゃめちゃ強いんで、まぁ、ちょこちょこそれやるから見とけよ。でもね、一つ残念なね、弱体化はね、なんか、屈伸すると音めっちゃ鳴るっていう。いやもうね、サラダ油を膝に注入することにも成功したことがね、もう喜びだね。やっぱりジャッカルじゃないか。ほんとクラブのジャッカル率やばいんだけど。いや、近い音が。ちょっと近づくか。なんか2回虫っぽいな。ちょっと待ってね。サイレント、おばさんステップが溜まるまで。待て。下にいるだろ。あ、なんで出れないの？音鳴らしバラしただけやんけ。そこいない？いや、いるぞ。はい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 。おい、避けていく！お前らの弾なんか効かねえぜ！任せろ。はい、これも、当たらない。おい、マジで当たらないぞ、俺。そう、しゃがみで、そう、しゃがみ切って、しゃがみ連打すると、弾をね、避けることができるんで。なんかね、俺、体感なんだけど、キルカメだと、中腰ぐらいになってんだけど、俺の視点だと、しゃがみ切ってんだよね。だから、なんか、映してる。すごいねっとりボイス、ガレージソットって言ってくれた。ありがとう。そう、だから、若干判定ずらせんのかなと思って。いや、俺はもう、屈伸打ちができるようになって嬉しいよ。あ、レゴブロックになっちゃったっていう、もうあのね、日々はもう忘れないから。え、これどこにいんの？そこに、そこか？いやね、最後のゾフィアも俺の膝で倒してやるよ。膝蹴りじゃねえや。俺の屈伸打ちで倒してやるよ。降りてきたな。あえて戦いに行くぞ。俺のこの膝が帰ってきたら、負けるわけねえから。え、負けたんだけど。あっぶねえ。俺これイキリ散らしてインパクトイキって投げて負けたらすげえ恥ずかしかったぞ。あぶねえ。ナイスリージョン、ありがとう。あ、奇跡の開通。いや、前シーズンの屈伸と何が違うかっていうと、前シーズンは縦の動きの屈伸だったんだけど、今シーズン横なんですよ。で、しゃがみの速度で屈伸前シーズンとかしてたんだけど、今シーズンから歩きの速度で屈伸できるっていうね。いや、もうサラダ油バージョン屈伸って感じがするわ。もうぬめり気感じる。もう横の動きがね、かなり強くなってるんで。屈伸を歩きの速度でっておもろいよな。お前どけ、お前、お邪魔だ、壁はめすんなよ。うわ、壁はめ楽しいとか言ってそう。うわー、こいつが椅子に座る瞬間思いっきり椅子引いてあげたいわ。怖い。あんまとっつってくる人じゃないな。非常階パーってくるかと思ったけど。あ、ちょっとなんか管理ジム頑張ってそうだけど、まあ大丈夫か。いや、ちょっと壁はめされたの焦ったんだけど、俺このまま時止めされるのと思ったけど、そんなことはないぞ。食堂の音でかくなったな。普通に音聞こえるわ。いや、非常階来たぞ。2対5ってマジ？任せろ。おい、あれあれ、でもこっち見てないんだけど、膝の力。あれ、膝じゃないんですが。待って、あ、ブリブリブリッツ排泄音パワーで俺は負けないぞ。俺のが汚いんだから。え、なんで俺のが汚いんだ、おかしいだろ。汚さだったら負けないぜ。
ほら、避けるぜ。お前の弾丸が俺には見える見える。あとワンどこだ。ラストワンどこだろう。はははは、つってる。はは。何笑ってんねん。いや、怖いんだけど、ちょっと普通に音聞いちゃった今。静かすぎない？静かでは？え、どこにいんの？どっか着地音したんだけど今。ドスって言ったんだけど。どこの？下っぽくない？未だに下切ない？来た、ドロンボーが来た。あった。絶対非常階だ。俺の膝輝け。サラダ油の横の滑り！これ、相手、バレてないぞ。よし、やっぱいいね。この屈伸とかおもろい動きして倒すのめっちゃ好きだわ。そう、多分ね、めちゃめちゃ強いわけではないからね、そこがちょうどいいわ。まあなんか屈伸大好きマンからなんか言うとしたら、俺この屈伸に 0.5 秒のクールタイムつけたら一発で治る気がするんだけど。いや、連続でできるようになったら、俺みたいな人がもう足入れ5ブロックにされても、俺はディグダになるんだーつって、もう鋼の意志で屈伸し始めるやついると思うんで、そこはね、なんだろう、だんだん屈伸してたら遅くなるとか、もう超遅くなるとか、クールタイム入れるとか、もうそれぐらいにしていいと思うんだよな。もう連続でできて、もうゆっくりでも屈伸できる、連続でできるわーとか言うぐらいだったら、もう鋼の意志で俺はディグダになるからなーっつって、もうなるから。俺は一生しゃがみ続けるぞ。早くない？これ見て、これマジスケートリンク、羽生打ちなんだけど、俺スケートリンクにいるから今、羽生ショット。いや、これ申し訳ねえ、すまねえ、世界を相手にしてしまった、すまねえ。サボテンが世界を相手に、いいチャレンジじゃないか。俺は負けねえぞ。世界的なサボテンになるんだ。どこだ、どっから来てるんだ。ドローン妨害しまくってるけど、多分これ外周だよな。あ、ラペられた。ちょっと待って、ショックドローンの音がするぞ。だよね、ショックドローンの明かりでかすぎない？あれなんかバグなのかわかんないけど、めっちゃ赤く点滅するよね。いや、あれ、これまさかバリケ、あれ、あっちからちゃんと割れて見えてる系のやつだ、これもしかして。なんか怖くなってきたの、覗くの。リージョンと位置かぶってんだこれ。最悪、この段階で電話くんの嫌なんだけど。え、なんかもう切るのめんどくない？これぐらいだったら切んなくてもいいと思うんだけど。あぶね、いや危なかった、この人カメラ壊さずにって俺気づかなかったわ。お前ラペってるのは知ってるんだぞ。え、ゲッチュ、え、ディフューンなんだけど、ケツからディフューザー生まれたんだけど、やったぜ。上がって、早く戻って、リージョンがやられたってことは俺の方にいるわけだな。はい、カプカンカバーしてあげよう。音がするぞ。うわぁ、一緒。いや、もうこれね、膝で差つけたね。めっちゃ下打ちするじゃん。そう、なんかキルカメなんかね、かがんでないんだよね。いや、これはまさか俺最強なのでは。なんかグリッチ警察に、屈伸はグリッチだって言われそうだけど、いや、これはなんか違う、なんかわかるかな、この気持ち。なんか違う気が、みたいな。なんか屈伸大好きだから言ってるのかもしれないけど、なんかね、スライディングとはまた別なんだよな。あれはもうダメ。スライディングはアウトだけど、屈伸は OK っていう、この微妙なね、認定法ね。いや、なんかね、あるよね、そういうの。いや、わかるかな、この気持ち。わからねえな。ちょっとみんな足レゴブロックにされちまったしな。ほら！ちょっとぐらいなら動くぞ！あ、いた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 。お、当たらねえぞ、当たらねえぞ、受けるぞ、受けるぞ。まあでもね、腰ぐらい打ったら俺自爆するんですけどね。打たれたら。待って、列車もかなり進行してそうだから。あ、ウェイ、相手全く抵抗してなかったけど、列車も入ってるな。え、今頃だったら大丈夫。え、なんかさ、え、もう3人しかいないの、やばいじゃん、現地1人しかいないよ。これ帰ってあげたいけど、もう帰れなくなっちゃった。おー、避けていく。なんか俺が屈伸してるせいで全然狙い定まんねえんだけど。ナイス、いや詰めてあげよう、これは。あ、当たってく。おい、ヘッドショット。
待って、見えない、どこどこ、私はどこ、誰、あー、はい、ナイス。はい、ということで皆さんね、屈伸すれば敵をね、敵をじゃねえや、弾を避けることができるので、ぜひやってみてください。んじゃ、メルトンでした、バイバイ。